ウェザーニュースキャスターの松雪彩香が3月25日水曜日の全国の天気をお伝えします。移動性の高気圧に覆われるため各地で日差しが届く予想です。ただ東北の日本海側は朝ににわか雨がありそうです。また沖縄先島諸島でもポツポツパラパラと雨の降る可能性があるためご注意ください。日中の気温は西日本から東日本で15度を上回るところが多く、昼間は春の体感です。北日本でも気温は高めとなりますが、沿岸部を中心に風が強く吹きます。風を通しにくい服装がおすすめです。続いて花粉飛散予想です。仙台や東京、名古屋、大阪など広い範囲で花粉が多く飛散する予想となっています。しっかり対策をしてお出かけください。以上、25日水曜日の全国のお天気と花粉飛散予想をお伝えしました。